ここはダウンタウンにあるコルバーンスクール、ダンス、音楽、演劇の学校です。このコルバーンスクールに日本人ピアニストがいます。平田真紀子さんです。コルバーンスクール音楽院は2003年に開校し、フルスカラシップでの教育が全寮制で行われています。厳しい審査に合格した若者たちが世界中から集まっています。She's one of my favorite students. Yeah, she's fun to work with. And I saw her play in a couple of chamber groups, and she was really amazing. And then I saw her here, and I was like, oh, wow, she goes here. So yeah, and then we serve on the student council together, and she has a lot of great ideas about progressing the council in the school. マキコさんはこの学校で毎日厳しい指導を受けています。才能と努力を持つ者が勝ち残っていく競争の世界です。今生徒120人ぐらいいるんですけど、やっぱり先生が素晴らしくのと、あとやっぱり経済的な面でいろいろ補助していただけるということで、競争率がちょっと高いんですね、はい、入るのが。でそうするとやっぱりえりすぐられた人たちが来ますので、うまいんですよ。で、すごい学ぶことが多いですし。マキコさんの得意とする曲の一つはこちらです。なんと片手での演奏です。なかなか真似のできない。とても難しい演奏法です。小さい頃からもう2歳ぐらいの時から一人でこうやってピアノで遊んでるのが好きで、でまあそうしてるうちに歌とか歌うのも好きだったんですけど、自分が教えてもらった童謡とか、あとまあ自分で作った曲をピアノで弾くようになったんですね。なんていうか自己表現の手段としてすごい助けになってたと思います、育っていく上で。マキコさんは神奈川県の出身です。幼少の時にピアノを始めました。13歳の時、父親の赴任に伴い渡米、その後音楽名門校であるジュリアード音楽院のプレカレッジに合格、本格的にピアニストとしての道を歩み始めました。その後マンハッタン音楽大学、ニューヨーク大学ピアノ演奏修士課程を経て、2006年にコルバーンに入学しました。現在は勉強の合間に、日本とアメリカの各地で行われるリサイタルに参加し、また独自に演奏会を行うなどして、忙しい日々を送っています。ジュリアードのプレカレッジっていうディビジョンがあるんですけれども、そこに受かったんですね。で、受かると思っていなくて、でまあ、ジュリアードっていうのはすごい有名な学校ですから、はあ、じゃあちょっとやってみようかなってジュリアードっていうのはなんか競争心を煽るような文化っていうことで有名なんですけれども、そうですね、コンクールとかもちょっと受けましたけど、でもやっぱり同じゴールを持ってやってる仲間ですから、刺激を受けますし、いろいろ教えて、お互い教え合うと思うんですけれども、なるだけ考えそういうふうには考えないようにしてますね。一緒に育っていこうって思ってます。今日は学校にあるコンサートホールでの演奏会が行われました。マキコさんの友達やファンたちが大勢集まりました。今回の演奏会のテーマは
歴史を反映する不協和音です。不協和音は音楽様式の変遷と深い関わりがあります。牧子さんは演奏を通してその歴史を伝えることにしました。ベートーベンの告別は牧子さんが得意とする曲です。牧子さんの力強い演奏に観客たちが引きつけられます。訴えかけることができるというか、あの音楽を通じてですね、音楽と対話をするというよりか、それはまあどちらかというとつまらないと思うんです。伝統芸術ですし、もう作曲家はみんな死んでいますし、でもこのこうもう何百年も前の音楽を通じて、あの今の現代の人と自分が共感できるっていうのは、これはすごいことだと思うんですよね。あとまあ心理的要素ですよね、それぞれの作曲家 の, あの、うん、であのそういうものを分かって弾くと、あの共感できる部分が大きくなるのではないかと思うんですね。あの上辺の感情だけではなくて、もう少しこう人間的な、なんていうか普遍的な要素が出てくるのではないかと思うんですけれども、自分はもうとりあえず正直になることに専念して、あのなるだけ誠実に、なるだけこうあの中身で勝負して、で周りの方がそれをどう受け止めてくださるかって、もうこれは自分の、あの自分がどうこうできることではないと思うので、うん、Concert was amazing, beautiful playing. I mean, the pieces, especially like the Berg piece and the Beethoven piece, it was aJust, it brought me to tears. I enjoyed it very much. She played, I think, very close to the best of her ability. And I especially love the Berg Sonata and the Schubert Sonata. It's fantastic. Beethoven and then Berg and then Schubert. It's rare to hear all those beautiful pieces together in concert. It's very beautiful.今回のプログラムは自分が好きな曲、本当に入れ込んでる曲ばっかりだったので、あのそういう意味では楽しく弾けました。あのでたくさんの方に来ていただいて、すごく嬉しかったです。あの、ね、本当にありがとうございました。自分だけでなく、自分を支えてくれる人のためにも精一杯ピアノを弾きますという牧子さん、これからが楽しみです。